はい、先ほどは大臣さんのリーチピンク表の上がりとなりまして、カットさんに大好調になりましたが、まあ、トン3曲ということですね、はい、ドラが白になります、うん、矢川田坊さん、そうです、結構手がいいんですけど、チュンが1枚目と、まあ、泣かざるを得ないんで、本一路線を考えながら、これ敵対手がいいんですか、もう結構本一行きたいですね。これいい手なんですか。これ僕はいい手と思います割とだからこれだって本一か問い問いじゃないですか。うん、三蔵切りますか。三蔵は切らないです。9話からでしょうけどね。ええ、それは本一を見てない、本一見てないですね。まあトーンが重なったりするとそこで考えるっていうことかもしれないですね。うん、他はどうですかね、世界的に。大臣さんも初が統一、大臣さんもあまり、まあね、大臣さんも見込みがそれほどないんですね。うん、だからこれも急走とかから行って、まあ、ちょっと本一の含みを見たりとかするのも含み見ながらですね。形としてはカトタンさんが圧倒的にいいですけど、これもちょっとピンズに行きたいなって思いながら打ってるとは思いますね。これ白石さんだったらもう中連しか見てないですからね、うん、そうそう、うん、そんな人弱いですね多分。でもこれは僕でもちょっと中連意識しますね。いやこれはキューピンが1枚もないんで、うん、中連はあんまり見ないです。まあ、とはいえ普通に一通期待しながらですね。僕は1124579とかだったら中連見ます。逆にね、うん、ちょうど今1打目を、まあ、私がチューンを打ったんですけど、渡辺さんはスルーしてますね、はい、スルーしましたね、うん、こうなるともうこの手はチートイツか全然のリーチのみになるんで、割り率としては相当下がることにはなります。仕掛けが効かないんですよね、これも。なるほど、1000点だって8回上がれば満貫ですからね。あ、聞いたことある。聞いたことある言葉ですよ。チューンはないですね。九州最強位の方が言ってたような気がするんですけど、あ、でもこれでなんかチューン中津がなんか正解になった気がする。白引いたことで、これもチートイツですね。本物のチートイツ決め打ちです、ね、ほとんどチートイツなんで、うん、もうここはなんなら9ピンも残す、9ピン残したいですね。まあこれ数ピン入ってどうすんのって格好なんで、なんかウーピン切っちゃいたいです。確かにもう完全に1000点8回上がったらっていう、うん、まあ、1000点8回上がったらっていう人は多分チューン泣くんで、あの色紙はシャミだというますね、どうしても。ただ田坊さんちょっときつく言わないといけないじゃないですか、お母さん。そうですね。お母さんも2兄貴なのかな。一応6チッパが遠くにあるんで、いいぞ。うん、まあまあまあ。まだこれ、一応、はい、1通も残ってるんですよね、その図。まだその、田坊さん3層引いて、チートイツがさらに。お母さんの手って決まってるとこ7、8、9の想像しかなくて、はい、ピンズが一メンツ一ジャントルートも全然あるんですよね。一、はい、ピン切って、はい、まあ両関係3ピンウーピンで、はい、イーソー残したことなんて一通の受けがあって、で6チーパー5、6、7とかにはなんないんで、イーソー残してウーマン切りも結構ありますね。イーソー残してウーマン切りですか。はいはい、なるほど。まだ一通の目、一通自然と一通なったりすることこれある手なんで、はい、お母さんの手って、はい、ソースの、はい、ソースの一つありますよね。いや、まあ可能性は無限だからあるかもしれないですね。まあほぼないですね。2、3、4、5、6っているんでしょ、あと5種類、うん、まあとはいえ他にターツ決まってないんでね、うん、まあ、そうなる場合に先に守備牌を残すことになるのがほとんどの手かと思いますね。そうですね、ウーマン5種類ですよね。5シャンテンってことですからね。いいピン切ってかなりスリム、6チッパーと1通になった時だけみたいな感覚になりそうだな、うん、1通見るならピンズの方がまだあるかな。ヘッドを他に求めるとか、ね、そうですね、うん、どうですか、いいピン今並べましたけど、うん、ことは、いやいや、もう守備的に打った方がいいですよ、さすがにこの手だったらね。守備的に行きますか。こうなると逆に7、8、9でしょうね、もしなるとしてね、うん、じゃあまあでもならないですよ、多分ならないですよ。相当まあなんか終盤経点取りいきましょうかって感覚ですね。カトタンさんが、まあ一応いいシャンテンですけど、まあ、ウーマンチにも入ってもテンパり取らずするでしょうね。結構その場合の敗はいいピンになるんじゃないですかね。カトタンさんはいいピンですね、うん、いやこれはテンパりを取ってからのでも、あの手配変化がそれほど変わらない形かなと思うんで、テンパり取るはあると思いますけど、ね、ウーソー周りが使えるんでね、うん、でウーソーが今4枚あ3枚目見えたことによってウーソーの周りが強いんじゃないかという思考があるんで、今度はウーソー周りも採用しやすいために、まあ、ウーマン引いたらパーマン切って、
チーマン引いたらスーマンとウーゾーの比較、ね、スーマンとウーゾーの比較で、まあ1通目は残したいんで、まあ、スーマンかウーゾーどっちか切るって感じ。いや、スーマン引いたらいいピン切ってタンヤオの変化を見るってパターンもあるかもしれないですね、うん、それもあるですね、うん、ちょっと難しい、何切るんだろうな。チーマン引いた時はいいピン、うん、チーマン引いた時はいいピンが、まあ、打点を強く見るからね、うん、大いにあるじゃないですかね。ウーマン引いた時はもうそれでパーマンで手の方が、あの、うん、ウーマン引いたらパーマンかな、うん、まあ、これはたまに浮かせ打ちよりも素直にテンパイを取った方が手配変化が多いっていう形がたまにあるんですけど、たまにその一つですね。なるほど、うん、お母さんも守備的に守備的に、うん、タボさんがチートイツのニャンシャンテンと、まあ、ここでナオンは握れ、まあ、これちょっと残したいですか、どうですか。あ、これなお残したいですね、僕はね、うん、あの、ただまあその握れがあんまり価値を感じない、うん、チートイツにおいてね、うん、感じない人はあの切るかもしれないですね。まあ両蔵と両ピンも結構いいんですよね、うんうんうん、だからっていうところでしょうね、うん、まあ、第一さんのウーピンからの仕掛けは、あ、僕は仕掛けそうですね。アメサカさんはこれは仕掛けるでしょうね、うん、で、これ結構いいと思いますよ。どっちにしろその面前で進めたところで、うん、はい、まあ、リーチ初とかまでいければいいけどみたいなところでウーピンはかなりの急所と、うん、いうことだったらこれは仕掛けてさばきの手に、うん、先に火の手が上がればさっさと撤退するみたいな形でしょうね。だからこれ僕リュウハポンより先にリャウマンチーしたいんで。なるほど、守備力を重く見る人はそうなります。なんならスルーする人もいるかもしれない。まあ本社リャウマンなんでほぼ手から取ると思うんですけど、はい、うん、あとこれなんとペイなんですけど、これペイから切った方がいいですね。今カトタンさんがペイ4枚目で切れたんで結果的に良かったんですけど、ワタボウさんの手が、まあ、変則でとはいえ、お母さんにペー短期の路線がゼロではないので、一応ね。まあ、どっちもほぼ安全なんですけど、やっぱり、まあ、より安全度が高い方を選択していくのが大事になるんでね。これで初切りますか。おお、初残した。素晴らしい。まあ、両ピンもかなり良さそうに見えるので、うん、かなり良さそうなんで、僕、初切っちゃいそうかな。うん、ああ、初が間に合わなくなっちゃった。まあ、とはいえね、初重なるルートもあるし、初短期、ハブ重なったらこれどうするんだろう。初短期で曲げるのかな、どうなんだろう。でも、今、まあま、曲げないか、ダマか。あれでしたね、アタボさん初って、大地さんポンすると、角端にカンワが入って。ウッパーピンリーチ。はい、やっぱ1枚で、こんなに変わるんですね。変わりますね。だから僕だったらこれ3000、6000で言われてるかもしれないですね、500かぶりっつって。そうですね。いや、まあこれは、あ、これは面白いな、はい、とはいえいい宝珠かな。うん、世代人さんも見事な、うん、うんうんうん、飛ばしても、うん、上がってという形になりましたね、はい、これなんか綿棒さんすごい良かったですね、この手組みというか。いや、これチートイツね、すごい上手、ね、すごい上手だったこれ、うん、うん、もうタイトルにしちゃってもいいぐらい、いいぐらいですね。神業チートイツチュン泣きそうなんでチュン泣いて結構トイトイ見そうなんで、8回の1000点よりも1万ですねちょっと色紙通りではないです。色紙を変えてもらいましょう、うん、いやでも実際いい手順だと思います。補足をすると、うん、さっきから言ってることの補足は、ワタボさんがサイン色紙を書くときに1000点も8回上がれば漫画みたいなことを書いていらっしゃるんですね。そうなんですよ、うん、なのにチュンの最後の1枚をスルーしたというところですね。ただ、見事な見事でしたね、うん、相撲、はい、結果、補充になっちゃいましたけど。そうです、まあ、第一さんでも、1000点これ8回補充したら漫画補充になっちゃう大丈夫かそこはちょっと、まあ、とりあえず書いてることを変えてもらうようにはちょっと伝えてはおこうと思いますけど、まあ、見事なチートイの、いやいや、お見事でした、はい、実際、仕事ということで、うんうん、第一さんの勘グピン1位が良かったですね、うん、そうですね、鋭いありがとうございます。